まあいつも私はいじめてるんで勝てるんじゃないかなということで、じゃあ同じバカみたいな耳長ゴリラだ。来た。バカみたいな耳長ゴリラだ。バカみたいな耳長。バカみたいな耳長じゃないかよ。まだただの人間より優れているということなんだよ。いや耳長くてさよく聞こえるはずなのに全然ジジイみたいな全然聞こえてないからね。それお前も一緒だろうがよ。いや私耳ちっちゃいもんね聞こえない。関係顔でけえんだからその顔のさでかさでさ音を取れよ受け取れよ。違うもんね中でアンテナと一緒だからなお前。パラボラアンテナがお前の顔は入るところちっちゃいもんね。非常識な何なんでなにもうスタートするよ。じゃあまあ始まってないんだけど。スタート。わかんねえんでちゃんと準備も書いてねえからよ。そうだよ。チャイカさんならボコせるかなと思って呼んだんだよ。なんとだよ。突然な今日のなんか夕方になんか今日配信しようかなって思ってたら呼びやがってよ。俺に関心できねえよこっちは。そんな言ったら私のせいにされるだろチャイカリスナーによ。シーナのせいで。配信今からできるだろうがよ。エルフなんてニートなんだから。あふざけるんじゃねえよお前。こっちだって忙しいんだよいろいろとな。何してんだよ。あーなんかいやなんか頭を鍛えるやつだよ。脳トレしてんだよこっちは。もうジジイなんだよ。脳年齢何本か言ってみろ。50だよ。ほらジジイじゃねえかよ。お前何歳なんだよ、まあ、私配信見てたよ。柔らか頭軸のチャイカだけ足引っ張ってたからな。引っ張ってません。引っ張ってる。後半だって勝ってます。2位ですね。リリムの方がすごい。いいリリム。いやリリムは対持久力がない。いや一瞬だけ一発一瞬だけだもん。いやリリム子供の虐待ですか今。あーリリムのことバカにした、ね、今泣いてる。あ泣いてる。谷底に落とすタイプです。泣いてるよ。うちのねあの教育に口出さないでもらえます。いや全然なりたくない。リリムの案なんですかあなたは。魔王の子供にしようとしてる。なんか勝手にさレール引いてリリムをそこの道にしか生かさないようにしてる。リリムは積分とか一番やりたい。それも幸せなことだね。幸せじゃない。幸せだね。もっと自由な時期を選ぶことはできない。生かしてあげたい。だが私はちゃんと道を作ってあげてる。その子の進みたい道に。いや何も間違ってない。リリムはもっと自由にしたら大きくなるの。魔王の子なんてちっちゃいもんに収まらないの。魔王の子が小さいですって。どこが小さい言ってみなさいよあなた。ただの霊媒師がどの詐欺師。いやいやいや自分だって詐欺師だからな。何親面してき、お前エルフだぞ。全然魔王関係ないじゃん。差別だ差別。皆さん今差別が行われています。こいつは人とエルフを差別する悪徳詐欺師。いや魔王だもんエルフ関係なんか関係ないよエルフは。だから何なの。エルフはエルフで魔王の親にエルフがやっていけないっていうの。なっちゃいけないよ。愛があればいいでしょうそんなこと。愛あんの。あるわよ。じゃあ私の勝ちよ。今度なんかリリムから離婚配信しようって来たんだけどそれは何なの。愛ないじゃん子供のこと思ってる。離婚ってことはマイモトとのやつでしょ。私は関係ない。私とリリムはマイモトについてくからな。なんですって。ついてくもんね。誰もエルフについてかないもんね。農家の方が安定してるもんね。何がいけないの。手に職にないニートなんてやだもんね。ニートじゃないもの。ほらスーパーチャットよ赤スパ。あの農家はこんなにもらえないでしょ。ね、いらないもんね。ついてきなさいよ。はい終了でーす。これどうだろうな。これ勝った気がするぞ。勝った絶対一生だわ。どうかな。来た引き分け。マジかー。に引き分けかー。なかなかくそー。いい戦いでした。いやほんとなんか汗かきましたもんね。ちょっと親子関係はそこついてくるとはな。もう誰も覚えてないぞ。いやいやもう離婚ですからね。解散ですからね。もう合宿図のおかも。いっかりさん。まあもう音信不通だったからしゃあないなそれは。もうそうだな。解散も、